マックス・ウェルティは、スイス出身の元レーシングドライバーである。スイスのレーシングチームであるザウバーの、チームマネージャーだったことでも知られる。ウェルティは、レーシングドライバーとしてのキャリアの後、東京のペーター・ザウバーのレーシングチームであるザウバーで、初代のチームマネージャーを務めた。ウェルティが、チームマネージャーを務めていた、当時のザウバーは、スポーツカー世界選手権で活躍し、 同選手権を2回にわたって制覇し、ルマン24時間レースにおいても総合優勝を果たした。その後、ポルシェを経てザウバーに復帰し、1995年から1998年にかけて再び同チームのチームマネージャーを務めた。ベルティは、スイス連邦工科大学ローザンヌ校とリッヒ工科大学で機械工学を学んだ。1970年代後半に、 スイススポーツプロトタイプ選手権に3年間参戦し、1980年にマーチ BMW で選手権を勝ち取った。その後、1985年まではドライバーとしてザウバーで走った。ザウバー C91985 年限りでドライバーとしてのキャリアを終え、翌1986年からはザウバーで同チームとしては初のチームマネージャーを務めた。 ザウバーは1982年から独自に開発したグループシーカーでスポーツカーの世界選手権に挑戦を始め、1985年からは非公式にメルセデスベンツエンジンの供給を受けるようになっていた。1986年も車両の性能不足から苦戦が続いていたが、同年8月のニュルブルクリンク 1000km レースでザウバーは、 世界選手権における初優勝を記録した。九百八十八年からは、メルセデス・ベンツが自動車レースにおける活動を再開し、ザウバーへの関与も正式なものとし、ザウバーはメルセデス・ベンツのワークスチームとなった。これにより戦闘力は向上し、ザウバー・メルセデスは九百八十九年と九百九十年の選手権を圧倒するとと,ともに、九百八十九年には、 ルマン24時間レースでも総合優勝を達成した。ウェルティは1991年にポルシェから F1 のプロジェクトマネージャーとして誘われたことで、それを引き受けて移籍した。当時、ポルシェは F1 チームのフットワークへのエンジン供給を始めようとしていたところだったが、このプロジェクトは大きな失敗となる。ポルシェが F1 から撤退した後もウェルティは、 モータースポーツ部門のマネージャーとして残り、同部門の再構築も任されていたことから、当時の F1 の実質的な運営者である、バーニー・エクレストンと交渉を重ね、1993年にポルシェ・スーパーカップの創設を実現した。同年以降、ワンメイクのこの選手権は、F1 のサポートレースの一つとして定着していくことになる。 ポルシェでもルマン24時間レースにレースディレクターとして関わり、1994年のレースでは、プロジェクトリーダーであるノルベルトジンガーと組んで、ダウアー 962LM を用してチームは、総合優勝を果たした。実際のチーム運営を担ったのは、ヨーストレーシングだが、この勝利もウェルティの成果として数えられることとなる。ウェルティはポルシェに、 F1 に復帰するよう説得を試みたが、それは達成できなかったことから、1995年5月にザウバーに復帰した。ザウバーは1993年から F1 に参戦しており、再びチームマネージャーに就任したウェルティはチームを監督する立場となる。同時に、ザウバーの上級副社長となったウェルティは、レース運営全般の指揮も任され、これにより、 同チーム代表のペーター・ザウバーは、資金調達や、マーケティングなどの大スポンサーの対応に専念できる体制となった。ザウバーでは、チーム内の政治的な争いに巻き込まれ、その結果、1998年1月にチームを去った。V8 スターシリーズの参戦、車両2000年からウェルティは、新たなツーリングカー選手権である V8 スターシリーズの最高経営責任者となり、 同選手権の立ち上げから関与し、翌2001年には初年度の開催にこぎつけた。この選手権はシルエットカーを用いたもので、1990年代半ばに消滅した DTM と異なり、自動車メーカーに過度に依存しない選手権を目指していた。しかし、2000年に新 DTM が始まっていたこともあって、スポンサー集めに苦しんだ。 結果として、同シリーズは長くは続かず、2003年に消滅した。A1 チームスイス2005年に自動車レースの国別選手権として A1 グランプリが始まり、ウェルティは A1 チームスイスのオーナーとなって最初のシーズンから賛成を始めた。ニール・ジャニーをメインドライバーとしたスイスチームの競争力は高く、第1シーズンはフランスに次ぐランキング2位で終え、 第3シーズンにはチャンピオンを獲得した。第4シーズンもランキング2位となる。スイスチームは A1 グランプリの中で最も成功したチームとみなされたが、世界金融危機の影響により2009年のレースを最後に A1 グランプリは事実上消滅してしまい、ウェルティは再び参加する選手権を失った。2013年にウェルティは フォルクスワーゲングループのモータースポーツ部門の仕事を、はじめ、同グループのランボルギーニのモータースポーツ部門である、スクアドラ・コルセの責任者に就任した。ランボルギーニにおける業務そのものは1年で完了し、その後は、フォルクスワーゲンのモータースポーツ活動のコンサルタントを務め、同グループ参加のフォルクスワーゲン、アウディ、ポルシェ、ベントレー、ランボルギーニの各レース活動について、 レース主催者との接触などを手掛けた。2018年には BMW に移籍し、同社のモータースポーツ部門で、フォルクスワーゲングループにおける業務と同様のコンサルタント業務を行った。レース以外では、ダンスの振り付けに情熱を注いでおり、一時期、ダンス教室を所有していたことがある。ありがとうございます。